なんで決める？じゃんけん。若くして政治家になれるのは二世かタレントか、それに官僚かだ。若い人間は政界へ入れない。変えないとな。あなたは何者？ヤクザ。ヤクザをナンパしちゃったわけだ。今こんなもん選挙区に出回ったらさぞかし大変でしょうね。本気でわしだと思っておるのか。なんだてめえは。名前は？秘書の浅見だ。覚えておこう。忘れてもらって結構。迷惑だ。傷のないヤクザか。私が尻尾をつかんでやる。午後の予定ですが。どこだ？どこで待たせてあるんだ？奥の部屋に。上の店に妙な女が来ているようです。今モニターに出しますんで。こりゃとんだエリートさんだ。俺はそんなこと言った覚えもないし。じゃあこれからお知り合いになるっていうのは。俺にも同じもの。撃ち殺してやる。な、何をしているのか分かっているのか。で、肩書きは通用しねえんだ。質問は何もねえんだよ。この状況では。何？言うか。わしの娘と何だって北条が。男と女のことですから。高校3年にしちゃ幼いが、まあヤクザにしちゃそんなもん関係ないっすよ。何が欲しいんだ。代議士引退ですよ。他人のところに嫁に出す娘、ヤクザに侵されようが大した変わりはないわ。思っといぜ、あのじいさん。一気に行くしかあるまい。一気に。さあ行こうか。全治6ヶ月、最低そのぐらいは痛めていいそうだ。この車つけられてます。俺の女だ。おい、てめえどういう気だ。総長のところ。北条、ご足労願えますか。海の支店長。おう。総長にやられるなら。北条、あと2時間辛抱してください。それで俺なりにケリをつけます。ここで俺が引いたらどうする。追い詰められてないでしょうね。それで猫を噛むか。たとえ相手が虎でも。ただし2時間だ。何でも要求だ。虎を噛んでみるか。会長。3億。今回の一件で蝶に渡る金は1億。ヤクザのまた引き上がる。お前なんでヤクザになった。1日でやれるからですよ。幹事長の手にどう響くかということだから外れてもらうかもしれん。浅見、途中で転ぶなよ。お前もな。浅見、次に会うときはいくらでも小遣いせびっていいぜ。俺がじゃんけんに負けていたら北条がこの場にいた。片っ端から電話をかけて招集しろ。先生、孫と遊んでるっているんですよ。貴様、一体。先生の地盤、くりいただきます。面白いもんが見つかったんです。入学した頃の写真です。面白いのはその二人隣の学生です。浅見千秋。何ですって。どうです、偶然にしちゃ。何を企んでいるのかしら。そうそう聞かなくなりそうなんですよ。どういうこと。爆弾ですよ。ご苦労さんっす。姉ちゃんは。都会のおじきが2丁目の店に。都会の兄貴が。うちの店じゃちょっと。ああ。大丈夫。てめえそうってるつもりか知らんが、ヤクザってな、そんなんじゃねえ。邪魔したな。困った人だ。貸金庫に入れてやる。その傷は病ってやつさ。蔵の地盤を引き継ぐのか。だが朝にはなれんよ。やわな神経じゃ持たんぞ。
このなわしと一緒に抱けるかね。自分のケツがしがっとるようじゃ。いただきます。できたことに比べりゃへでもね。知った頭を使え。頭を北条の尻舐める羽目になるぞ。嫌だってば。うるせえ。今日入ったばかりの子なんですね。なんであんなに荒れてんですか。お前迂闊に声かけねえ方がいいよ。北条の地盤を作ったのは都会さんだ。ここを叩き潰してこなかったら相良総長もなかった。相手は都会だ。お前を呼んだんだ。つまずく小石があったら取り除く。こけた時は遅いんだ。お借りします。いいんですか総長。北条も無事ってわけにゃ。やつは若い。その上切れる。ほっとけば岩となる。組長の言うことねえんだよ。そのドスで手刺してみな。もう引き返せないんですよ。あの二人をとっ捕まえねえと何にもならねえ。裏口だ。裏口回れ。てめえなんで待ってなかった。上に登らなきゃならないっす。キスさせろ。キス。俺と同じようにギラギラと腹をすかせて。ただの豚よ。都会さん、お願いします。この町から消えてください。どういうことだてめえ。何も聞かずにお願いします。バカかおめえは。おめえ何考えてんだ。都会さんを弾くしかないんです。恨みじゃないんです。俺がガンだとよ。都会さん。走ろ。おめえまだまだ甘えわ。通産省の OB が立つらしいんですよ。いたねえジジイたちの手か。行けば田代を渡してくれる。目つみに来やがったな。この辺にしませんか。操り人形だ。遅くなっちまって。ちょっと付き合ってもらいますよと腹すかしてたんですよ。幹事長、野党に身を売ります。野党は喜んで受け入れるでしょう。俺たちは意思があるんですよ幹事長。どういうことだ。何の真似だ。ちょち夢も見てられないじゃないですか。いつまでたってもたちの悪い人形使いの手下じゃねえ。北条、夢見るなら一緒に同じ夢見ましょうよ。北条。今からあなたが相良連合の二代目総長だ。何？立ち止まったら夢もそこまでだ。行くだけ行って潰れたら納得もいく。お前もうキスはごめんですよ。それにしてもまだまだおめえは甘えわ。仕留めるときは一発だ。総長を殺すんじゃねえ。組バラバラにされてるが。今総長が死んでみろ。関西や関東の他の組織がわっと組を狂るぞ。おめえがすんないと落ち着くまでとにかく生かしておくんだ。その後はてめえの好きにすりゃいい。北条はわざと急所を外したんだよ。俺には誰が総長になろうが関係ない。組が潰れることの方が問題なんだよ。四谷の下倉病院へ運び込め。野心のないサラリーマンや会社の存亡が一番大事なんだよ。信じていいんだな。あんたに歯向かうほどバカじゃねえよ。俺は総長って玉じゃないぜ。北条は相良連合の。それがまた出来すぎてるんですよ。一体あの二人どこへ行こうとしているの。あと必要だったら
争、裏切り、そして愛。日本の光と闇の支配、その先にあるサンクチュアリー。